はい、ということで今回は長野県安曇野市穂高にございます穂高神社さんに来ておりますということで、今回皆様と一緒に参拝するこの穂高神社さん、長野県の本当にね、もうかなり内陸にあるそんな神社でありながら、なぜか遠く九州のね、北部から来たと言われている安曇一族、はい、この安曇一族の祖を祀るそんな神社でございます。御祭神はね、穂高の御事、そして渡墨の御事、そして天孫二二義の御事でございます。この穂高の御事というのはね、この渡墨の御事であります海の神、これの子供と言われているそんな神でございます。まずはね、手をお清めいただければと思います。はい、お清めいただけましたでしょうか。海の神ね、祀る神社らしく、何か龍さんがちょっと違うかなということで、写しました。見ていただければでしょうか。はい、これね、ぜひね、私の動画概要欄、説明欄に Google マップの地図貼っておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。本当にね、おそらく日本海側の糸魚川を遡って、で、姫川という川を遡って上がってきたのではないかと言われておりますが、遠く内陸の地にね、海洋民族であります、安曇族がこうしているというのがね、とっても不思議でもあり、まあ、神秘的でね、私はここに歴史のロマンを感じるんですが、ぜひね、先ほど言いました Google マップの地図をね、動画概要欄貼っておりますので、ぜひご覧になってください。あとはね、おすすめ動画4本くらい貼ってます、まあ、できれば1本ぐらいね、ご覧になっていただければと思います。あとは地域別、御祭神別の再生リストもございます。ここで言えばね、中部地方ございますんでね、ぜひこれもご覧になっていただければと思います。あとは何といっても長野県戸隠神社をはじめとして、本当に素晴らしい神社いっぱいございます。タイトル下の長野県神社クリックしていただきましたら、過去公開いたしました長野県の神社がね、ずらっと出てきますんで、ぜひご覧になってください。はい、穂高神社さん、とっても美しいですね。私、穂高神社さんはどうかな、この時で2度目か3度目だったかなというふうに思います。かつてはね、安曇野の道祖神さんをねこういろいろと回る巡る、そんな旅もしたことがあるんですが、初めて参拝上がったのは夕方でしたね。あの時はちょうどね、御社殿の扉を閉めたりするということで、最後に太鼓をね、バン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 打っておりました。それがね、とっても勇ましく、とっても心地の良い、そんな時間を初めて穂高神社さんに来た時ね、経験させていただきました。はい、御社殿が左にありますが、その右側にこうしてね、多くの神社ございます。こちらがね、はい、竹三日月の御事をお祭りしております。もう本当にね、立派なすごい神様がいっぱいおられますね。こちらは八幡社ということで、本田脇の御事、八幡大神ですね。こちらは秋葉社ということで、角土火の神様でございます。はい、こちらは須佐能の御事をね、お祭りしております。そして一段高いところにね、一つ大きな、一回り二回り大きなね、神社がございます。こちらもこの安曇一族の関係する、まあ、これはね、もう歴史上に完全に名を残している人物、神としてではなくてね、人としてもね、名を残しているという、そんな人物をお祭りしております。はい、こちらに祀られておりますのがね、安曇の比羅夫と言われる人物です。図のところがなんか消えておりますが、この人物はね、白助の絵、白村江の戦いですね、百済が滅ぼされて、それを、まあ、国を復活させるために多くのね、兵員、戦団で百済、
救済に、まあ、滅んでますけど救済に向かったんですが、この時の将軍だったのがこの安住の平夫でございます。はい、このね狛犬さんもね非常に古いもので読めるかな、はい、明和6年ということですね。西暦1769年ですから250年以上前の狛犬さん、250年経ってるとは思えないぐらいね、そんな立派なね狛犬さんでございます。はい、こちらもね大変立派な神々、宿儺彦那さんに思いかね、そして本田和家の御事応神天皇に恵比寿様に猿田彦いらっしゃいおります。あの時々日本語がね変になりますが、その辺は流していただければと思います。こちら受け持ちの神でございます。はい、先ほどもね申しましたが、ここ安曇野です。私がねこちらに来たらいつも行くのがね大王わさび園ですね。あちらにも行ってね、美しいわさびだ、本当に美しいわさびだね、そして綺麗な綺麗な水を見てきます。そして、まあ、こちら穂高神社さんを参拝させていただいたりね、あとは道祖神さんですね。安曇野なんで道祖神、可愛らしい道祖神がいっぱい、走ってればね見かけられると思いますんでね、皆様もぜひ道路走っててあれと思ったら石像というかね、そういったものがあったら道祖神さんかもしれないんで、ぜひねご覧になっていただければと思います。はい、綺麗ですね。この日は、まあ早朝というほどね早朝でもなかったんですけれども、まあ見ての通りまだ、神社なんて言ったらいいんだろう、扉が正式には開いてない時間なので、時間ちょっと見てなかったんですけど、まあ朝の割と早い時間、8時ぐらいだったかと思います。はい、はい、それではね、そろそろ参拝したいと思います。御祭神は先ほど申しましたようにね、穂高の御事、そしてその穂高の御事のね親でございます、海の神綿摘の御事、そして天孫ニーニギの御事でございます。はい、それではご参拝いただければと思います。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。とっても美しい、穂高神社さんをね、こうして今回皆様にご紹介いたしました。私の動画はね毎日18時30分に、新しい動画を公開しております。なかなかねいろいろと厳しゅうございますが、この暑さ、まあ今お盆真っ只中に編集してるんですが、この暑さを乗り越えて、まあこの厳しい、いろいろな意味を込めてますが、いろいろなこの厳しい状況を乗り越えて、こうしてね皆様に全国の神社を紹介していければと、続けていけられれば嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで私の動画は
先ほど申しましたように毎日18時30分にね公開しております。あと地域別、祭神別の再生リストございますので、ぜひご覧になってください。あとタイトル下の長野県神社、ここクリックしていただくと長野県の今までの公開済みの動画出てきます。ぜひご覧になっていただければと思います。それではね、また明日も全国のどっかの素晴らしい神社の動画公開いたしますのでね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。失礼します。